ミカバイリネンは、スウェーデンエスキルストゥーナ出身のフィンランド人、元サッカー選手。元フィンランド代表。現役時代のポジションはミッドフィルダー。ミカバイリネンと表記されることもある。1999年に FC ラハティでデビュー。FC、よけりを経て、オランダエールディビジの SC、ヘーレンフェーンへ移籍する。ヘーレンフェーンでの四シーズンで、リーグ戦百一試合。 17ゴールを記録。チームの中心選手として活躍する。2005年夏に次なる一歩として PSV、アイントホーフェニエ遺しかし、足首の負傷で2005から2006シーズンの前半を棒に振ってしまう。復帰すると、2005年12月17日のウィレム、2戦で移籍後初ゴールを決める。しかし、レギュラー位置を得られず、ほとんどが途中出場であった。 2007年、ダービーカウンティ FC への移籍がほぼ確実であったが、メディカルチェックに通らず、再び PSV でプレーすることになった。翌年にもレンジャーズ FC やベルギーのクラブへの移籍話が持ち上がったが、破断となっている。2008年から、フルスの SC、ヘイレンヘーンへ移籍。2011年9月13日、リーズユナイテッド AFC へ移籍。2012年、 HJK ヘルシンキへ移籍。2015年、ロサンゼルスギャラクシーへ移籍。国際 A マッチ64試合後得点。ありがとうございます。